さあ、それでは本日も残業業やってきますんで、よろしくお願いいたします。おそらく今回最後になるんじゃないかなって、そんな感じがしております。なぜかというと、レベルマックスになっちゃったんだよね、前回でだからこれはもう最後じゃねえかな。どうなんだろうか、わからんけど。さあ行くぜ。あれ、ほら、待って、待って、雑魚敵もいねえんだけどこれもしかしたら一気にボスとか、あー、行ってるそばから出てきたこいつら。ほら、魔物め妖怪か。さあ今日も元気にね、モンスター倒していきます。妖怪か。うわ、やべえ、デッキも来た。ライダーズも来たじゃん。行って、待て。君らでやられてしまう。あ、危ない。ちょっと待て。やべえ。待て。ミス、こんなところでやられたくないんだけど。ほら。て、はい。破滅への道。危ない。あぶねえ、こいつ。待って。ライダー強くねライダーが異常な強さを誇ってんだけど。なんかめっちゃ投げてきたもんね、今。はい。待って、下かなんか取り逃した、俺今。あ、大丈夫か。うわ、怪しい。ちょっと待て。え、これラスボスじゃねいや、ぽいんだけど。あ、やばい。いやー、その前にいるんだよね、君ら。そうだよね。それは、なんか、分かったんだけど、待って、強えんだって。ちょっと待って。あはは、ライダーが厄介すぎる。危ね。行って。ちょっと待って。待て。ちょっと待って、そいつやらしてよ。やべって。やべ。終わっちゃった。あいつ、紫になっちゃった。こいつ紫にしたらまずいだろ。待てって。あいつ厄介。こいつマジ、すげえ。行って。やべえ。うわぁ、やべえ。うわ、全弾来てる。おら、もう、このダメージで行こう。はい、あいたーい。行って、あいたーい。くそー、つながってんだ。あー、もう、はい。ほい、あー、もう、同じとこ。えぐいんだよ、その、槍が嫌い。どのゲームを通してあもうすべてのゲームを通して俺槍が嫌い。大っ嫌い。敵に回したらお前ら強すぎるから。なんつったって。ああ、強い。マジ強い。ほい。よし。ほら。押し切れ。頼む。よし、オッケー。行った。やっと撃破した。やっとだ。ほんとに強かった。ああ、強え。ちょっと待って、あ、そうだ、もうねえんだ、これ。だったら、ああ、もうどうしようもないもんね、これ。確認。オッケー。じゃあ行きましょう。体力を5まで回復してくれないってことはね、多分まだあるわ。ああ、ミノタウルスか。うわー、ネズミ来た。はい。やべ。キャッ、こいつ。さあ、ネズミちゃんうわ、マジ、お前らどうなってんの？お前らの体力どうなってんの？本当に、お前らの頭どうなってんの？マジで、うかつくぜよ。ああ、やばい。はい、おーし、オッケー。オッケーです。痛い。って、ああ、お前マジか。え、どっち？どっから出てきました？どっから出てきましたか？はい。よし、オッケー。回復してく。痛い。うわ、その攻撃がひどすぎる。ほい。危ない。おい。で、この攻撃。いってー、うっそ、隠れて見えねえ、お前、クソ。ああ、ほんと強い。ほんとに強い。ほんとにやべえな、ここ。ここの敵。え？待って。おー、どうなってる。やべ。はい。抹殺モード。よいしょ。ここか。待て。お前を先に倒したい。よし、オッケー。いった、回復。ここでやられるわけにはいかない。もうやられるわけにはいかないんだ。俺にはもう道がない。頼む、倒してほしい。よし、オッケー。
オッケー。ああ、よかった。倒した。いきます。でも、もう体力ないわ。嘘でしょ、まだあんの。もうないと思ってた。正直。で、ここ、モグラタイム。モグラチャンスをやっつけて、はいはい。待て待て待て。よし、気をつけ。大丈夫、大丈夫。焦んな、焦んな。焦っとやられるから。焦ってやられるから。よし、オッケーオッケー。ネズミなんか怖くないだろ。回復。いつの間にかめちゃめちゃダメージ食らってんだよな。これが怖え。いった。お前か。原因はお前だった。多分。いやー、見えねえ。大丈夫かな、これ。いけるか。よし、いった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 。あ、回復して、して、回復させて、回復させて。お願い、回復させて。ダメかな。あー、あった、よかった。あー、回復できる。追加補充。10個にして、あー、10個にしよう。あ、そうだ、ダメだったんだ。トロフィーに影響。トロフィー、俺別にいいけど、いいけどな。まあ、いいか。このまま行こう。え、待って、ちょっと待った。そしたら、スキル上げとこう。どうせだったらね、どうせ消費されてしまうんだったら、俺スキルを上げるわ。で、最近このスキルを育てているから、これ行こう。はい、はい、はい。あ、足んね。まあ、これ多分強そうだからさ。感染回避行動。砲力を装備しつつ分身を作り攻撃する。これ強そうだな。マジか。これいいね。最後の最後だけどさ。これ装備してってみる。ね。あ、もうええじゃん。あ、これか。こっちか。オッケーオッケー。おー、なんか回復してる回復してる。あ、すごいすごい。時間の経過？時間の経過でいくんだ。ワキワキ王じゃないこれ。来たんじゃねえ？ほら。ワキワキ王っぽい。ワキワキ王じゃないかもしんないけどな。ネズミなの？ワキワキ王ってネズミなの？あ、ワキワキ王の王座って。ネズミなんだ。そうなんだ。マジって、君なの？あ、ネズミじゃねえ。猿か。破門されたリクタ、ワキワキ王か。そうだ、ここに来られたのは大したものだ。死にやがれ。おい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 。お前できるのか？おー、揚力がすごい。あー、すごいすごいすごい。こっちも負けてねえ。おや？はい。残念。身を守る神通力がなくなっても、もう何もできやしないんだ。よくそんな大口は叩けるな。わーお、トリッキーっぽい。ラスボスなのにトリッキーっぽいな、こいつ。大丈夫かな？まあいいや。こちらちょっと新しい宝石をゲットしてもらおう。おー。いきなりそうやってくる。はいはいはい。あのね、なんかこれ、初動を見ろ。初動を見て。はい。はい。はい。オッケー。こう、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 こう。え？どうする？結構、こいつやりやすくね？あ？あぶね。こう、こう、こうか。ちょっと待って。あぶね、フォーミングスタイル。あぶね。おい、あぶね。おお！マジかこいつ。あ、蹴り入れてきやがった。さあ、行け。待って待って。なに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 ？なになに？はい。破壊した。はい。殴っていく。どうすか？よし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 。オッケー。はい。待って待って。発動したいんだけど、この攻撃。大丈夫かな？よし。おー、ほら。はい。待て待て。フォーミングスタイル。真ん中来る？あれ？お、来ないね。え、めっちゃスタミナ持ってかれるな、しかも。はいはい。え、どうなん？いや、つ一発がでかいね、やっぱ。どうなの？いけるか？ちょっと待て。いけちゃうぞ、これ。はい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 。で、殴ってく。危ねえ、危ねえ。で、これ、使って。危ねえ、危ねえ、危ねえ。はい。ほら。いってー、それか。メテオー、メテオ、メテオ撃ってきた。危ない危ない危ない。怖っ。ほい。おお、怖っ。ほいほい、メテオ。メテオは大丈夫。ほい。めっちゃ危ねえ。で、ここで殴ってくる。
で、私のもう一発ぐらいでいけんじゃない？ほら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 。いって、食らった。食らったけど、ほら、後ろに避けて、行きます。はいはいはい。これでしょ？はい。ほら、いって、それはホーミングスタイル。これはホーミングスタイル。危ない危ない。メテオメテオメテオ。あー、痛い痛い痛い。メテオも危ない。メテオ危ない。メテオ危ねえな。はい、どうする？で、ここ。よっしゃ、行った。危ねえ。ほら、行け行け行け。シャドウブーストもかけろ。行ったぞ。行ったか、これ。ほら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 。行った。あれ？行っちゃったぞ。あの日、山で一匹の狐がお前に密告しただろう。彼女はどこだ？殺すなら殺せ。つまらないことを言うな。え？赤点、早くこの賊を捕まえろ。あれ？お前の命はここまでだ。まだ俺に命令するのか？お前、お前は散々悪事を働き、多くの恨みを買い、人を炉に入れて魂を取り出すため、強い敵がやってきた。俺たちはお前についてあちこち身を隠さなければならず、安心していられる日がなかった。皆がお前に不満を抱いている。この不幸者を！あ、あれ？まあ、もともと親近なんだろうな。多分、猿だし。さっさと言え。行ったら苦痛なく殺してやる。ふぅ。俺様を、待って、ふざけたことを考えてないよ。あら？うわ、自害した。ああ、普通の猿になったね。リクさん、あなたの友人は無事だ。これで失礼する。優しい、この猿。息子なの？あなたは復讐を果たした。俺たちも人間を炉に入れて、魂を取り出すことはしない。俺が誰かってそんなに大事なことか？失礼する。ああ、そうなんだ。金剛釘を復元することができた。どういうこと？え？どういうこと？あ、また始まった。いやー彼らは宿営地に、え、なになになにわきわき王、わきわき王だ不審しろ。え、おー、すごい。助けてくれ。このあやかしの暴力はものすごく強い。すげえ、こらえるんだ。結界の中に入れるな。あ、やばい、陣を破ろうとしている。頑張れ、リクさんがもうすぐ戻ってくる。これがあの時のあれか。ひるむな。あ、え、お、マジで、え、裏切ってたの？あれ？これ続くな。お前の兄弟、ん？兄弟子がもうすぐ持ってくるだろう。ちょうどいい。一瞬殺してやる。私だけは生きて帰ったら言い訳できない。死体を片付けたら言ってくれ。私はまた用がある。私には計画がある。なんつうこと？マジでか。どうしたんですか？出てから話しましょう。うわぁ、こいつは雑魚でしかなかったのか。まだいた。やべぇ、そうなんだ。あいつか。説明してもらわないと。はい。メインストーリー続きますね、余裕で。余裕で続きますね。なんということでしょう。じゃあ行こう。さっき、先に進みます。ああ、いた！わきわきを殺しましたか？はい。よく来た。俺に話したいことはあるのか？この狐はわきわきを仲間です。こいつを殺して、その首を持って帰り。ああ、やばい。
仲間じゃありません。話したいことはそれだけか。リクさん、どういうことですか。お前は脇役王と結託して、殺した。弁解の余地はないな。それはこの狐が言ったことですか。意識を持つようになっている。このホーグアナ、すでにあの日のことを俺に教えた。もう言うことがないだろう。リクさん、私は過ちを犯しました。脇役王に脅され、他に方法がなかったのです。認めたな。長年にわたる同門の何とかに免じて改心する機会をいただけませんでしょうか。それは無理だろう。とりあえず山を降りよう。二人でモンハに戻り、全てのことをはっきり説明するんだ。はい、一緒に帰ります。いや、怪しいって。こいつ手だれだぞ。結構な、あ、やばいやばい、絶対やばい。ほらほら、あ、うわぁ。お前腹黒いんだな。効能なしめ。脇を組め、やはり自分でやらなければ。本当のことを言ってるの？悪いね、リクさん。ところどころちょっと、日本おかしいね。いや、俺の言い方もおかしいけどさ。やべえ、来た。これ仕留めたいね。これは多分ね、いけそうな気がする。ほい、ほい、ほい。あれ？ほい、おら！待て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 、俺か、びっくりした。あ、危ねえ。ちょっと待って、今、あっけに取られちゃった。危ねえ。おら！よし、いける。ほい。ほい、ほい、ほい、ほい。おら！ここで攻めていく。残滅、いけんじゃない？ほい、おら！よし、いけ！ほい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 、よし、ほい、あー、ほい、やべ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 、あー、やべ、強い、あー、強い、あ、ほい、ほら、よし、あ、やばい、ここです、よし、オッケー、はい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 、ほら、いけ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 、まずい、ほい、あー、ここ、あー、だめ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 、はいはい、いったー、ほい、あー、待った、やべ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 、いや、敵の刀がほんと早い。よくわからん。俺の色と被ってんだよね。せめてさ、もう、全然違う色にしてくれればまだ勝機はあったんだ、これ。多分。で、はい。で、カウンターで行くしかないんだよ、こいつ、多分。はい、よし、オッケー。攻めていく。はい、オッケー。で、それは大丈夫。はい、待て。はい、待て、違う。危ない、よし、危ない。ここを攻めていく。二発、煉獄、煉撃。よし、オッケー。で、ここでダメージを負わせる。もう端っこだからよくわかんないことやってんの、これ。ほい、あー、ほら。出たよ。よくわかんない攻撃。これ、で、さらに俺はダメージを負わせるんだけど、ここ、ほら、いけ。でさ、いけんじゃないこれ。おっしゃ、来た。ここ、もう一発。はい。よし、オッケー。はい、ここ。よし。待て。来た。よし。はい。ほい、よし、オッケー。あ、ダメだった。はい。もう一発か。フルね。よし。はい。で、ここで、殴ってく。ほら、いけ。いや、ダメか。削りきれねえ。はい。よし、いった。よし、ここで来る。はい、よし、いった。よっしゃ、来た。カウンターうまく決まったね。カウンター勝負。さあ、倒した。いや、裏切りだったとはね。まさかの。昨日も君のせいだと誤解してしまった。話は後だ。まずは傷の手当て。リクは重傷を負ったお玉を連れて行った後、行方が分からなくなった。あ、そうなの？弟子の間では？何？破門されたリクは、狐に惑わされて同門を殺し、うわー、最悪じゃん。噂が広がっている。
うわ、バルそのまま辺りは講談師が時折講談で語っていたが、お前のせいか。全国を行幸している一人同士によると、陸は彼を助けて何回も悪霊を退治した誠実で、善良な義士だ。ありがとう。まあいいやつだった。疑ってごめん終始疑ってたからね、君のこと。うん、行く先行く先で出てくるからさ、いやこいつがワキワキ王なんじゃないかなと思って疑いました、すいませんいや、やった、クリアした、やりましたね。いや、めちゃめちゃ面白かったぞ、このゲーム。ほんとにスタイリッシュでさ、なんか巷では、仁王だとか、なんだっけ、赤狼の 2D バージョンって言われてるみたいですね。確かに、カウンター必須だし、最後だったらもうカウンターなきゃ勝てないからね。うん。それを合わせて、もうスタイリッシュアクションで死にゲーの要素も含まれてる。これ多分ね、今回ノーマルモードでやったけど、ハードモードでやったら相当やばいことになると思うよ。相当やばいと思う。まあ、だってノーマルでやべえもんね。まあ、PS にね、自信のある方はぜひやってみていただきたいと思います。マジ面白いんでね、ぜひやってみてください。それでは、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。